2018年3月17日15時36分 6H、ナイスパーセーブで V サインで次ホールへ向かう3位タイで終了した三浦桃花イコール大阪府、茨城国際 GC、撮影、中島信夫、拡大、諸子ゴルフの、ティーポ、イントレディスは17日、大阪、茨城国際 GC、6261ヤード、パー71で第1ラウンドが行われ、注目ルーキーの三浦桃花、週休、イコールフリーイコールは5バーディー、1ボギーで67をマーク。プロ3戦目で初の60台を出し、もったいないパットはあったけど、ショットがいいところに行った。とってもいいゴルフだったと思う、と笑顔を見せた、リーダーボードへツアー日程へ今、あなたにおすすめ。